ちは。7月3日金曜日、豊島情報スクエアです。この番組は火曜日と水曜日を除く毎日11時から生放送でお送りする豊島区の広報番組です。区役所本庁舎1階の豊島テレビエコミューゼタウンスタジオからお送りしています。また再放送はご覧の時間帯にお送りしています。さあ、それではまずは番組から2点お知らせです。豊島区では新型コロナウイルス感染症対策特別定額給付金申請書の郵送が始まりました。5月25日より順次申請書をお送りしております。詳しくは区のホームページ、または豊島区特別定額給付金コールセンター 0120-557-622 までお問い合わせください。豊島区では区内の医療機関や福祉事業者の支援を目的としたコロナに負けるな豊島医療福祉支援寄付金を6月1日月曜日から募集しています。実施内容はご覧の通りです。詳しくは区のホームページをご覧ください。さあ、それでは今日の番組スタートです。連日コロナウイルスに関する報道が続いておりますが、こちらもとても大事なトピックスです。本日は薬物乱用はダメ絶対、薬物乱用防止推進活動についてお伝えします。ではゲストのご紹介です。東京都薬物乱用防止推進豊島地区協議会会長唐沢和子さんにお越しいただきました。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、本日はですね、こちらのスタジオ内にいろいろとポスターなどが貼られていますが、唐沢さん、こちらは一体何のパネルなんでしょうか。はい、薬物乱用防止に関するあのポスターそして標語とあるんですけれども、はい、毎年年に一度9月の締め切りとさせていただいて選考しまして、東京都の方にあのお送りするあの標語とポスターの掲示なんですね、うんうん、はい、中学生の、ね、皆さんが書いてくださって、そうですね、中学生、はい、対象中学生になります、はい、ね、今年度のポスターと標語の募集についてはまた後ほどご紹介をしてまいります、はい、ではまずはですね、唐沢さんが所属されています、はい、薬物乱用防止推進豊島地区協議会についてなんですが、こちらはどのような団体なんですか。はい、東京都知事の委嘱を受けまして、薬物乱用防止を推進指導するボランティア組織です。はい、東京都薬物乱用防止指導委員の任期は2年でありますが、再任もあります。主に都内23区と全市町村をカバーするということで、あの細かく、うん、はい、地域を密接にあのカバーするということで活動させていただいております。はい、ね、そして都内全域を細かくカバーされていらっしゃるということですが、はい、ここ豊島地区協議会では具体的にはどんなことをされているんでしょうか。はい、街頭ですとかあの区のイベントですね、心祭り、社会を明るくする運動、福祉健康祭りなどに参加しまして、はい、区民の皆さんに薬物乱用防止を呼びかけるための、はい、活動をやらせていただいております。なるほど、まあ、そしてこうした、ね、街頭やイベントなどでの普及活動の他にも、はい、自主的な行動もされてるんですよね。そうですね、私たちもあの研修を行ったり自分たちで の, あの勉強会をあのやらせていただいたりということをやっております。昨年になりますけれども、都立 中部総合精神保健福祉センターにおいてあの勉強会をさせていただきましたけれども、こちらでは自分が薬物から立ち直りたい、うん、薬物をあの自分の体から離したいという意識のある方を対象としてあの持たれている施設でありまして、あのこういうところであの皆さんがどのように生活をして薬物から立ち直るかということについて勉強させていただきました。なるほど、まあ、そしてこうして皆さん自主的にも勉強会研修などで学ばれていらっしゃるということですが、はい、やっぱりそれを広く皆さんに伝えていく、はい、そういう活動もされていらっしゃるんですよね、はい、そうですね、
こういった勉強会が私たち の糧になりますので、そういったものを持って小学校や中学校へ行って薬物乱用防止教室というのを毎年やらせていただいております。なるほど。今ね、実際に画面にも映っておりますが、これ唐沢さんご自身？そう、そのようです ね、はい、ね、本当皆さんの前でお話しされてたくさん広めてらっしゃるということですけれども、薬物と薬品なんてね、はい、今持ってらっしゃいますが、はい、これどういう話を？はい、まず生徒さんには薬品と薬物の違いをまず知ってもらいます、うん、はい、薬物と言われますともう即イメージが湧くんですけれども、はい、じゃあ悪いものっていうね、そうですね、はい、薬品となったら私たちは通常医薬品を想定しますね、うん、はいはい、ですけれどもこの医薬品も使い方を間違えると、うん、用量用法を正しく使わないと、うん、薬物乱用になってしまうんだよっていうことをまず子どもさんたちに知っていただきます。なるほど。確かにこう用量用法守ってなんてこと正し書きでね必ず書いてありますもんね。そうなんですね、これがとっても大事なんですね、はい、なるほど、まあね、本当に区内のさまざまな場所でこういう大切なことを伝えていらっしゃるということですけれども、はい、この他にも唐沢さんは薬物乱用防止指導員でもいらっしゃるということですが、こちらでの活動は主にどんなことをされているんでしょうか？そうですね、メインはそのキャンペーンや何かございますけれども、メインはやっぱり子どもたち、これからの社会を担っていく若い皆さんに薬物のその罠にはまってほしくないっていうことで、薬物には近寄らない、近づかない、近づけない、こういったことをここ肝に銘じまして皆さんに訴えているということですね、はい、そして社会が一見平和そうに見えても必ず落とし穴があるっていうことをもう6年生の児童の皆さんに伝えなければならないっていう現実があるんですね、はい、落とし穴、はい、落とし穴なんです、はい、っていうのは知らない人、見ず知らずの人が本当に、ね、久しそうに話しかけてきて、誘惑の手を持ってくるということがありますので、はいはい、それについてどのように心の準備をしたらいいかっていうことを学んでもらいます。なるほど、まあね、実際に今回はですね、はい、教本などもお持ちいただいているんですけれども、はい、せっかくなので、ではご覧いただきましょうか、はい、開けますかね、はい、はい、ここにねたくさんの色とりどりな、はい、何でしょう、錠剤というんですか、はい、とか粉末とか入ってますが、はい、こういうものも実際にお子様たちに見せて指導されていると。そうですね、はいはい、授業の前に必ず先生のもとで、うん、見ていただくことをお願いしております、うん、はい、いや見た目なんかすごいラムネみたいなお菓子みたいな、ね、可愛らしいものも多くて、はい、これ渡されたらわからないな。わからないですよね、はい、特に小学校6年生の薬物乱用防止教室ではこの MDMA という薬品について、はい、ちょっと力を入れて説明させていただいております、はいはい、でとっても先方は巧みに甘い言葉でもって誘ってきますので、はい、うんうんうん、ついうっかり心を許して手を出してもらってしまわないようにということで、うん、はい、薬物の標本を見ながら、はい、こういった薬物があるんだよということを子どもたちに知ってもらいます、はい、まあ、実際にこうして目にしておくだけでもいざという時ね、あれこれこの前教えてもらった怪しいものかななんて覚えて思い出してくれるかもしれないですもんね。そうですね、はい、そして、まあ、先ほどですね巧みに甘い言葉でこう悪い人たちは近寄ってくるなんておっしゃってましたけど、そういったことを実践的に何か指導もされているんですか？はい、私たち必ず DVD を子どもたちに視聴していただきまして、はい、その後にロールプレイングというのを今は取り入れております、はい、これは生徒さんに前に出てきてもらって、私たち指導員が誘惑をする側ということで、まあ、薬物のその売人ですね、はい、に扮しまして、言葉巧みに子どもたちに誘惑をかけます、うん、どんな言葉で巧みに誘惑をかけるんですか？はい、そうですね、例えばですね、はい、ここにあります、ね、今お持ちいただきましたが、はい、タブレット、はい、ここにタブレットと書いてあります、はい、これがもしかして、うん、タブレットではなかったらっていうことを、うん、子どもたちにまず警戒してもらいたいんですね。あ、そこからなんですね、はい、中身を疑えと。そう、はい、これね新しく入ったラムネなんだけど、うん、とってもいい味がしてすっきりするのよ、うん、一つ試しに飲んでみて、これちょっとサンプルだからケースごとあまり入ってないからあげるから、で持って帰ってるって構わないわよ。
っていうようなことで、はい、誘惑をします。その時に6年生 この児童たちがどのように断ってくれるか、はい、自分の身は自分で守るっていうことを、どういうふうに考えるか、断る勇気というのはどういうことなのかっていうことを子どもたちに実際にやってもらいます。はい、女の子など、はい、女の子などにはこういったアロマとは書いてありますけれども、はい、入浴剤ですとかアロマですとか、こういったものとっても綺麗になるわよ、体にいいし温まるからよかったら持って使ってって。でもこの中にもしかしたら危険薬物が染み込ませてあるっていうこともあるわけです。ですから本当に知らない人から物をもらうということがどのくらい危険かっていうことを子どもたちに想像してもらって、断る勇気、はい、自分の身は自分で守るってことをやっていただきたいというためのはいトレーニングです。なるほど、今のね唐沢さんのお言葉を聞いてすごい、なんでしょう、普通にあいいんですか、じゃあありがとうございますなんてね、こうアロマとか言われると、私大人ですけどちょっといただいちゃうかな、なんか嬉しいななんて思っちゃいますけど、ダメですね、こんな手口があるんですね、はい、今の時代はダメですね、はいはい、ちょっと悲しいですけれども、まあ、知らない人からは、ね、はい、もらっちゃいけないよということをやっぱり徹底して伝えていらっしゃるんですね、はいはい、そしてまあ日々こうして子どもたちに指導されている唐沢さんですけれども、唐沢さんが考えるこういった薬物、はい、乱用の怖さというのはどこにありますでしょうか、はい、もうかなり時代が前なんですけれども、とっても怖いコマーシャルが出たことがあります。はい、はい、これは、はい、薬やめますか、人間やめますかという、はい、そのものズバリのコマーシャルだったんですけれども、はいはい、たった1回でも薬物には依存性がありますので、虜になってしまう危険がとても高いです。そうしますと人間やめますかって言われるくらいまで、自分の体をボロボロにして、そして命を絶ったり犯罪に走ったりということがありますので、はいはい、薬物には近づかない、うん、近寄らない、うん、近づけないっていうことを子どもたちに徹底して学んでほしいと思ってます。なるほど。そしてですね、こんなとても恐ろしい薬物ですけれども、この誘惑に負けないためには具体的にはどうしたらいいんでしょうか。はい、例えばですね、中学生の場合は部活動にほとんどの方が、はい、参加するんですけれども、はい、その部活動で親友と思うようなお友達ができたり、先輩後輩としていい関係ができたりっていった中から薬物の誘惑が来た時に、自分にはどういうふうに対応できるかっていう、でも本当に親友だったら命の危険があるような、そういった誘い方っていうのは仲間に入れるというようなことはないわけですね、はい、ですからそういう誘惑をするようなお友達は親友とは呼べない。それからこの先輩に逆らったらとても部活にいられないっていう部活だったら、それは自分がいるべき部活ではないっていうことで、断る勇気、断る勇気、はい、なるほど、はい、これを持ってほしいなと思って伝えていきます。なるほど、まあね、断る勇気ということで、これは、まあ、小中学生お子様に限らず私たち大人も同じことですもんね。もちろんです、はいはい、なのでもう自分は大丈夫と過信せずにですね、もう常日頃何か怪しいなと思ったらとりあえず、まあ、断る勇気を持って、はい、その場から離れるなり信頼できる人に相談していくというのが大切なんですね、はい、そうですね、はい、というわけでまだまだお話伺っていきますが、ここで一度豊島区からのお知らせ、週刊ピックアップご覧いただきます。どうぞ。新型コロナウイルス感染症による影響が広がる中、最前線で対応されている豊島区内の医療機関、福祉事業者、ひとり親家庭支援団体などの新型コロナウイルス感染症対策を支援するため寄付金を募集します。皆様のご支援をお待ちしております。豊島区と秩父市は姉妹都市提携を結んで36年間さまざまな形で交流を図ってきました。現在秩父市では新型コロナウイルス感染症拡大により観光産業が大きな影響を受けています。そこで
秩父特産品をインターネット販売において送料無料でお送りするキャンペーンを行います。区民の皆様のお申し込みをお待ちしています。クールチョイスとは地球温暖化対策のための身近にできる国民運動のことで、賢い選択という意味です。温室効果ガスは私たちの生活の中からも多く出ています。日頃の小さな選択の積み重ねが未来を大きく変えていきます。この夏みんなでできることから始めてみましょう。はい、週刊ピックアップご覧いただきました。そして本日は薬物乱用防止推進活動についてお送りをしております。さあ、そしてここからの後半はですね、今年度のポスターと標語についてお伝えします。冒頭でもお話がありましたが、唐沢さん、ポスターと標語、今年度の募集はどうなっているんでしょうか。はい、毎年なんですけれども、9月に締め切りがあります。はい、9月。そして、はい、先行いたしまして10月に東京都の方に豊島区の代表として、はいはい、あの作品を送らせていただきます。でまた東京都の方でさらにあの東京都全域ですね、はい、全域を対象とした作品の中から最優秀賞が選ばれます、はい、で豊島区 の、 あの最優秀賞になりますと、はい、これが昨年の作品なんですけれども、はい、ティッシュですね、これをあの区域の皆さんに活動の時にあの配らせていただいております、はい、これはメモ帳なんですけれども、こういったところの表紙を飾らせていただいて、はい、皆さんの作品を大いに PR させていただいております。これは皆さんのお手元にもあの届きますので、はい、こういったことをあの楽しみとしてぜひたくさんの作品を寄せていただきたいと思います。本当にね、皆さんまさにこれが今 ね、はい、そうですね、皆さんのお手元に配っている、はい、ものの作品になります。ですね、はい、優秀賞、まあ、地区会長賞ですか ね、 そうですね、ということで、はいはい、こういった標語とポスターぜひとも皆さん応募していただきたいんですが、はい、こちら応募するとちょっとしたいいことがあるんですって。はい、はい、こういった、まあ、あまりいいことではないかもしれませんが、こういった可愛らしいことも、あの作品賞が記念としてもらえますので、なるほど、はい、こういったものを使っていただきたいし、ここに自分の作品が載ったらということを、はい、楽しみにして応募していただけたらなというふうに考えております。はい、ちなみにこちら応募したいという方は学校、そうですね、はい、学校単位で取りまとめていただいて、区の方に、あの一括されます。なるほど、はい、では学校の先生にもお渡しして応募してくださいというふうに頼めばいいということで、はい、はい、もう学校の先生方がよくご存知でいらっしゃいますので、はい、毎年の行事でございます。はい、ではですね、ぜひとも素晴らしい作品のご応募お待ちしております、はい、さあ、それではそろそろ番組もですね、お別れのお時間が、はい、もうね、あっという間ですよね、近づいてまいりましたので、はい、最後に唐沢さんから番組をご覧の皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、あの学校では学校で の、 あの薬物教室がございます。あの家庭にあってはまずあの新聞やテレビであのニュースとして薬物に関するものが流れましたら、それを契機と捉えまして、あのぜひ家庭で薬物乱用防止教室を、教室をというのもおかしいですか、薬物乱用についてのお話し合いを持っていただきたいなということで、家族で総出であの皆さんの意思を疎通を持って薬物乱用にあの立ち向かっていただきたいなというふうに思っております。そうですよね、やっぱり常日頃から家族間でのコミュニケーションがあると、はい、もしかしたらちょっと今日帰ってきて元気ないなとか、そういった本当に小さな変化にもね、気づきやすいですもんね。そうですね、ぜひお願いいたします、はい、そういったことでやっぱり大切なお子様であったり身の回りの人を守っていくことにつながりますものね、はいはい、そしてですね、もう今日お話を伺って改めて私たち大人もですね、この薬物に対しての怖さを意識して気をつけると同時に、はい、こう広めていく、伝えていくことが本当に大事なんだなと感じました、はいはい、本日は貴重なお話をありがとうございました。ありがとうございました、はい、というわけで本日のゲストは東京都薬物乱用防止推進豊島地区協議会会長の唐沢和子さんでした。本日は本当にありがとうございました。さあ、それでは今日はこの辺でお別れです。ぜひ次回の豊島情報スクエアもご覧ください。それではまたお会いしましょう。皆さん、さようなら。さようなら。